自分が小さい頃はもう確実に女子が男子にっていうスタイルだったのが、今いろんな告白とかチョコの形も変わってきてるので、すごく多様性、うちの子たちもそうですけど、私もやっぱり男性にだけじゃなくって、いつもお世話になってる方とか大好きな女子にもいっぱい今年はギフトしたいなと思ってます。